お世話になります、ひとりでございます。今回はですね、中古ロモの開封動画をね、上げていきたいと思います。お前みたいな人気ね YouTuber はただ開封する動画じゃつまんねえんだよクソ野郎がって思ってる方いっぱいいると思うんですが、今回ですね、いわゆる爆買いをしましたので、どれくらい買ったかと言いますと、中古ロム402本購入いたしました。合計金額はですね、129,955円でございます。中古ロムをね、こんな一気に買った人は多分少ないと思いますんで、別の言葉で表すとしたら、キチ買いと言ってもいいぐらい買いましたんで、ぜひ最後までご覧ください。で、その商品はどこにあるんだバーガーって思ってる方いらっしゃると思うんですが、それはね、今ここにございます。ちょうど見えない位置なんですけど、めちゃめちゃ大量にあるんですよ。じゃあカメラ切り替え、パン。これが私がね、購入した中古ロムの数々でございます。ここの段ボールですね。まあ、これなんかいろいろね、貼ってある住所とかもう剥がしてあるんですが、こんな感じでめちゃくちゃ大量にございます。で、まずご紹介するのが、この2個ですね。ダイヤモンドパールですかね。これはもうすでに開封しちゃいました。が、まずはこのね、402本中の2本ご紹介させていただきました。じゃあ残りね、こいつら全部一つ一つ開封していきたいと思います。開封すると言ってもね、中身はもうポケモンしかないんで予想外のものは出てきませんが、やっていきましょう。まずこの袋ですね、まあ、基本的に全部ヤフコで買いましたんで、ただもう名称のとことか取っちゃったんで、誰が送ってきたかとか全然もう分かんない状態ですね。しかも今なんか納品書みたいなの破れちゃいましたし、登場しました。なんだこれ、開けていきましょう。来ましたね、こんだけあります。こんな感じでソフトでございます。ソフトでございます。ブラックホワイト、ハートゴールドとか、そんな感じですかね。15個こんな感じでね、ございます。はい、じゃあ次、こちら。また全く同じようなね、袋ですよ。じゃんじゃん行きましょう。納品書に破けて。わ、でもまた同じパターン。25本でセットでヤフオクで売ったんですよね。やばいやばい、これ、もう見せらんないぐらい。いや、もう手に収まりきらないぐらい、たくさんございます。うわぁ、落ちちゃった。うわぁ、わぁ、わぁ、わぁ。ブラックとかホワイトとか、ホワイト2とか、そんな感じでございます。うわ、多すぎる。はい、また同じような封筒でございますけど、ルビーとエメラルドですね。これは全然手に収まりますね。はい、じゃあ次、この封筒みたいな感じですね。あ、これはあれだ、ウルトラムーン3000円ぐらいですね。これ結構安いです。ですからヤフオクでね、買ってみました。はい、じゃあ次、この黄色い封筒ですね。なんだこれ、あれっすね、ゲームボーイアドバンスとかのカセット群ですね。ステッカーみたいなとかめちゃめちゃ貼ってありますね。これが3個もあんだけど、これが3個もあんだけど、はい、こんな感じで、うわ、落ちちゃった。はい、クリスタルとか銀板、あと出たエメラルド。エメラルド今高いんですよね。2000円ぐらいは中古で絶対するみたいな感じですから。で、不思議のダンジョンとかも入ってましたね。で、見てください、これ風のクロノワかな、この裏にこんなシール貼ってある。はい、じゃあ次、今日これ届きましたね。3個かな。めっちゃ丁寧に入ってんじゃん。こんな感じですね。ダイヤモンドパールと X かな、まあ、ダイヤモンドパールいくつあってもいいですからね。はい、じゃあこれ中プチプチの茶封筒みたいな感じのやつ開けていきましょう。これは明らかにルビーとサファイアかな、もう色的に。ルビーサファー6個ですね。これもう見た目だけでね、パッと何か分かるってのがいいっすよね。ちっちゃい系の封筒はラストですかね。お、すげえちっちゃい。不思議なダンジョンいらなかったんですけど、まあ、ついでに入ってたっていう感じですかね。で、あとモンハンですかね。こういうのも含めても全然安かったんで買いましたね。で、あとダイヤモンドパール、ブラック、ウルトラサンとかもね、めっちゃ高いんで、ここで買えるのめっちゃいいですよ。はい、じゃあいよいよね、この箱系開けていきましょう。箱系ね、4つございます。で、この箱系のやつがあったからね、今回買ったみたいなもんですよ。だから今までのやつはついでみたいな感じでしたね。なんかこれヨーグルトの箱みたいな感じで書いてあるんだけど、やっぱこれがね、ヤフオクの良さですよね。こういうの箱で入ってるってのが、こんな風になっております。うわ、やばい、こんな入ってます。やばい、これはめちゃめちゃ大量。これ180個ぐらい入ってるって言ったかな。昔のね、初代のやつがあって、この裏やっぱ記名があるわけなんですよね。まあでもそれももちろんね、承知してて買ったっていう感じですかね。あとこういうのもね、いくつか入って紛れてるんですけど、それでもね、やっぱめちゃめちゃ安い。1個相当安いですよ。とにかく超大量。これなんでこのゲームボーイとかのね、買ったかって言いますと、まあ面白そうだからですよね。あのルビーとサファイアって頑張れば、あの最新作に送ることできるんですよね。ただこいつらって全く送れないんですよ。だから言ってみれば中身のデータってもうゴミみたいなもんですよ、今の価値で言ったらね。あの金銀とかあんまりゲームボーイで開封する人っていないじゃないですか。ですんで私今回ね、やってみようかなと思ったんですよ、っていう感じで買ったんですよね。これ、まあ、ありすぎっすね。ありすぎっすね。じゃあ箱2個目、こっちの方がちっちゃいかな。
真面目な感じで入ってるんですよね。結構いっぱい入ってます。あちがちに入ってるわ。開きまして、これ段ボール入れてみましょうか。あれっすね、銀盤とか一部ね、ルビーサファーも入ってます。ほとんどがね、こういうケースに入ってて、まあ、自分もこういうケース持ってましたけど、懐かしいっすね。エメラルドも入っております。レッスンで買ったっていう感じですかね、多分。まあ、とにかくこんな感じで、まあ、大量に50本ぐらいは入ってるかな。3つ目、これもなかなかでかいっすね。こんな感じでございます。わ、初めてこんなん入ってた。 DS 系だ。これ懐いぞマジで。こんな感じで、別に箱付きを狙ったわけじゃないんですけど、こんな感じで箱付きのやつたくさんゲットしております。同じのもいっぱいありますね。いや、こんな綺麗な状態で残ってんのやばくないか。私が所持しちゃうのもったいないっていう感じですね。で、あとこれですね。あとは DS 系の勢ぞろいっていう感じですね。別に箱いらないんだけどね私。で、これですね、ポケモン、もう一個 DS 系のやつで、ブラックなんかこういう硬い箱に入ってますね、ちゃんと。つか、この銀盤の箱が超綺麗。私こういうコレクター的な趣味はないですけど、新品同様ぐらいに綺麗ですね。うわ、やばい、箱のこういうところとかもめちゃめちゃ超綺麗。うわ、しかも待って待って、当時の説明書もありますね。ちゃんとうちのプラケースみたいなのもあるし、やば、こんな感じでちゃんとありますよ。懐かしいっすね。この銀盤はね、結構思い入れあるものでございまして、私が4歳ぐらいの時にクリスマスにもらったやつですね。枕元に置いてくれたやつでございます。すげえ懐かしい。このパッケージも超懐かしい。じゃあラスト、一番でかい箱、むっちゃでかい。赤ちゃんより重いっすよ、生まれたての。うわ、これもやばいっす。うわ、これも箱付きっすね。やばいっしょ、これ。この深さあるんですかね。じゃあまず、ポケモンピンボールですね、これ。別に欲しくないんですけど、なんかついでにあったって感じですかね。ポケモンカードのゲームボーイのやつもあるっていう。ポケモンピンボールだけでこんな。これ欲しかったわけじゃないですよ、別に。で、1個でいいですもん、あるとしたら。これついで、箱付きのポケモンピンボールあるのに、これもついでについてました、普通に。で、なんか、ポケモンでパネポン初めてのこれ、やつですね。私知らないです、これ。やばくなった緑版もありますし、裏、ライチュウのシール貼ってある。こっちの方が綺麗だわっていう話なんですけどね。見ていただくと、クリスタル、銀版、赤版、ピカチュウ版とか、もう全部がこんだけの高さ、積み上がっております。これで多分ね、186本とか言ってたかな。なのでもうめちゃくちゃ多いですね、本当に。これで全部開封終了です。最後402本がどんだけあるか、チェケル。はい、じゃあ開封後ね、このようになっております。もう収まりきらないですね、この枠に。こんな感じですね。金盤とか金盤とかあったりとか、あと昔の系ですね。で、あとこっちに落ちてんのがDS とか、まあルビサファとかそんな感じですかね。で、こっちにもあって、これも昔の結構きれいめな感じのやつですね。で、あとこっちにも大量に、ございますと。まあ、これなんか DS のソフト、こういうの1個ぐらい捨てちゃってる可能性もありそうですね。だってこんだけゴミあるんですよ。こんだけゴミあって、で、それで DS のソフト1個ぐらい混ざってて、それなくなっちゃうみたいなこと普通にありそうですよ。まあ多分大丈夫ですけど、まあこの地獄絵図、とくとご覧あれっていう感じですね。まさにこれ気違いと言っても過言ではないですよね、全然。はい、ということで、私このマスクでこの密室状態でやってますので、めちゃくちゃ汗だくなんですが、この気違い動画楽しんでいただけたでしょうか。今回ね、箱とか開封しただけなんですけど、まあ、今後ね、この中古ロムソフト402本を、まあ、小分けにして、例えば銀盤とかルビサワとか、まあ分けて中身のデータ見ていくね、動画あげますので、そちらどうかね、せっかくね13万ぐらい使ってね買ったんで、皆さんと共有できればと思います。まあ、私自身ね、こんなにもポケモンにお金かけたことなかったので、こんだけ買って思ったのは、気違いは人を気違いにする。